デリケートなんで、やっぱちょっとこカメラとか回ってるところで、あんた嫌いなのよっていうセリフは、僕全然ちょっと待ってくださいよって言えるんですよ。ただ番組の打ち上げとかで、この前ちょっとあったのが、隣に光浦さんが座ってて、その奥にうっちゃなんちゃの内村さんが座ってたんで、内村さんの話を聞こうと思って、こうちょっと前にこうのめり出したんですよ。そしたら、光浦さんの近くに寄ってこんだから、光浦さん、ちょっとあんた近くに寄らないでよっていうセリフがあったんですよ。僕そういうことはカメラ回ってないところで、結構グサッと感じた。で、みんなで、これ本当に嫌われてるのかなって、次の現場あった時にちょっと挨拶行きづらかったりとか、なんかちょっと話しかけれなかったりとか。絶対すぎるだろ。一応嫌な話したのに頼りたくず、泊まりかけて絶対話していただけない。だって長いんだ。選挙が行われましたよね、はい、その結果によっては総理大臣がまた変わるかもしれないという注目されたニュースですが、さあどうなったのか、そしてこれからどうなりそうなのかという話、さらに今日になってですね、急に円安に進みました。どうやってそういうことが起きたのかということも含めて、説明していこうと思います、はい、それでは代表選挙のおさらい。まさに癒しの人たち、おてなしのメインは最近になったばかりの伊勢海老、うまみは濃厚、そして観光の島として栄華を極めた話題の
夜。我慢に我慢を重ね、ついにこの日が来た。また食べられる。久しぶりの大好きなステーキ。ただいま。おかえりなさい。ほら見て、約束通り40キロ痩せたわ。頑張った私を認めてくれるはず。しかし、この後夫から衝撃的な言葉が。まだまだだな。あの頃の君には戻ってないよ。約束は40。今度はですね、焼きハマグリということで、こちら。